上海月島の街路。1943年撮影上海月島は、第二次世界大戦中に、日本軍勢力下にあった、上海の北東部高校のおよそ1平方マイルの、地区にあった、ヨーロッパユダヤ人が居住していた地区を指す。当時ナチス政権下のドイツ支配下にあった、ヨーロッパ地域から、多数のユダヤ人が上海へ逃れてきており、 彼らは1943年2月18日に日本軍が発した布告により同地域に居住及び活動を制限され以降1945年8月の終戦までここに泊まっていた正式には無国籍難民限定地区である2万人のユダヤ人難民と10万人の中国人が定住し貧しい難民が難を逃れ 上海に移住するために押し寄せていた。現地のユダヤ人家族とアメリカ系ユダヤ人の慈善団体は彼らを保護し、食事と衣服を与えた。しかし日独と英米が開戦すると、ドイツの圧力で、日本の当局は次第にいろいろな制限を強めていき、生活環境は劣悪になっていったが、ゲットーが封鎖されることはなかった。1920年代の終わり、 ドイツ系ユダヤ人は、ドイツ国民として、ドイツ社会に同化し、比較的成功する者も,も多かった。彼らは、ドイツ軍に主観し、ドイツに科学、文化、経済面で貢献する者も,も多かった。しかし、ナツスの台頭する1933年以降、ニュルンベルク法や、水晶の夜のような国家ぐるみの、反ユダヤ主義政策によりドイツ系ユダヤ人は、 追い立てられて海外に亡命を求めた。しかし、ハイム・バイツマンによると1936年当時の世界の情勢は世界は二つに分かれている。それらの場所はどちらもユダヤ人が住むことができず、また、入ることも許されなかった。というものであった。アメリカのユダヤ人移民に関する法案、エビアンカンファレンスが制定される1930年代、終わりまで。 ユダヤ移民に開かれた国を見つけることは不可能に等しかった。ダナ・ジャンクロー・イクスマンの著書によると、ユダヤ人の男性は捕まえられ、強制収容所へ入れられていった。彼らは合計2週間から1ヶ月の去るための時間を与え、その時間内に行く先を見つけるように言った。外では彼らの妻や友人が、パスポートやビザ、助けてくれる人を得ようと戦っていた。 しかし、どの大使館も、門を閉ざして開けず、そして続いて、アメリカを含む多くの国が国境を封鎖していった。この噂は、ウィーンから始まった。そこには、ビザなしで行くことができる。そこには自由に入る権利があるのだ。その話は、炎のように広がっていった。そして、皆が自由を求めそこに訪れた。 以降、アメリカなどへのビザが得られるまでの一時的滞在先として、上海を目指すユダヤ人が多数出た。1937年8月の第二次、上海事変により、日本軍は上海周辺地域から南京まで占領していた。ヨーロッパから逃れてくるユダヤ人が住み着いたのは、日本人が共同生活をしていた国際共同疎開の中であった。 この国際共同疎開は、アヘン戦争後の南京条約によって、イギリス疎開として設置されたものであり、その後アメリカ疎開、フランス疎開もできて、1899年にイギリス疎開とアメリカ疎開が合体して発足したものだった。当初は、イギリス人居留民が最も多かったが、第一次世界大戦中に日本人居留民が最も多くなり、 1932年の第一次、上海事変で、上海海軍特別陸戦隊が、蘇州側以北の警備を担当して、以来実質的に、日本疎開となっていた。中華民国当局は、警察、施設管理、入国審査の権限をイギリスをはじめとした列強に、奪われており、自治委員会がこれらを実行していた。日本軍と、 中華民国南京国民政府はパスポートに関する社会体制を整えなかった。このため上海港は世界中で唯一ビザなしで訪れることのできる場所となった。中華民国と列強の不平等条約は続いており、上海を訪れるには欧州からの旅券を見せるだけでよかった。ドイツ系ユダヤ人の到着までにも上海には多くのユダヤ人が訪れ、 二つのユダヤ人社会を築いていた。カドーリエ家とサッスーン家を含む豊かなバグダッド系ユダヤ人社会と1917年の10月革命で国を追われたロシア系ユダヤ人たちが築いたロシア系ユダヤ人社会である。上海、港北にあったベートアハロンシナゴーグに集まったミル、イエシーバーの学生たち、リトアニアから神戸に到着した後、 日本政府により、上海に移送された。1943年に、月頭に隔離される前は、上海中心部のベートアハロンシナゴーグで活動した、ロシア系ユダヤ人社会の多くは、1940年から1941年に、リトアニアのカウナス日本領事館で、杉原千畝領事の発行したビザに救われた人たちで、ある。 上海月島に逃れた人々の中には、ミール・イェシーバーの学生や指導者もいた。ポーランドのミールにあったミール・イェシーバーは、ホロコーストを生き延びた、唯一のヨーロッパのイェシーバーであった。彼らは、自由を求めて、ソ連の広大な領土を列車で越えてきた。同じように千人のオーストリア系ユダヤ人が、ウィーンの中華民国領事、何を鳥山に救われてやってきた。 何を取りさんは1938年から1940年の間ベルリンの中華民国大使の命令に反対してビザを発行し続けた。チケットを購入した難民はイタリアのジェノバから出港するイタリアと日本の客船に乗った。この3週間の旅は迫害されるドイツとむさクルシ上海月頭との間にあって、非現実的なほど娯楽も食事も ふんだ断んにある旅であったと書かれている。いくらかの旅客はエジプトで、イギリス領パレスチナに行くことを望み、予定外の行動を試みる者も,もいた。1938年8月15日、最初のユダヤ人難民がイタリアの船で上海にたどり着いた。1939年の6月には8200人のユダヤ人難民がゲットに到着していた。 ハラス・カドーリエの設立した、欧州ユダヤ人移民援助協会、ビクトリア・サスーン、パウル・コモルの3社は新たに、欧州移民国際協会を設置して、多くの援助を供給した。この組織は、国際共同疎開やフランス疎開に比べ比較的、安い高校の避難所に準備された。彼らは、ミスボらしいアパートや6つの学校に収容された。上海を占領していた。 日本の占領当局は、ドイツ系ユダヤ人を、亡国の民と見ても苦認していた。多くの難民が1937年以降に、訪れた。その数は膨れ上がり続け、受け入れが困難になっていった。このため1939年からは移民制限が、行われた。しかしながら一部のユダヤ人は1941年12月まで、上海に逃れ続けた。 ゲットを形成以前から高校地区にあったオーヘル・モーシェシナゴーグの建物。2007年より上海ユダヤ難民記念館となっている当局は大規模移民の準備を整えておらず、到着した難民は貧乏な高校地区で厳しい状況に陥った。10%の家庭が飢餓に近い状態であり衛生は悪く雇用は少なかった。写真集法ではゲットを 上海のパレスチナと表現している。バグダッド系とアメリカユダヤ人共同配給委員会は家を借り、食べ物を供給するいくらかの援助を行った。ユダヤ人難民たちは言葉の壁、極端な貧困、蔓延する、病気、孤立等に面していた。しかし、コミュニティが設立した、福祉機関によって徐々に生活の質を変えていった。 ユダヤ人の文化生活は反映した。学校が設立され、新聞が発行され、劇場での劇の上演、スポーツチームはトレーニングに参加し、競技会とキャバレーさえあったという。このような生活は1941年12月の日英米間の開戦まで続いた。日本がマレー作戦と新珠湾攻撃を行って英米間と開戦して以後、 英国民が多かったバグダッド系ユダヤ人グループは抑留され、米国事前基金は中止された。大きな資金源であったイギリスやアメリカとの関係が途切れたことから雇用の悪化とインフレが起こり、再び難民に厳しい時代が訪れた。上海に訪れたアメリカユダヤ人共同配給委員会の連絡係、ラウラ・マーゴリスは日本の当局の許可を得て、 資金集めの取り組みを続け、状況を安定させるように試みた。これを受け、1937年以前に訪れた、ロシア系ユダヤ人へも支援を行えるようになり、新しい制限を免除された。1941年の開戦後、ドイツは日本に対して、上海のユダヤ人を引き渡すよう圧力をかけ始めた。ウォーレン・コザックは、ゲットーのユダヤ人指導者が、 日本の上海市軍政府に呼びつけられた時のエピソードを記している。その中にはアムシノフ派のラビ、シモンシャロームカリシュガイが、日本は彼に好奇心からこう尋ねた。どうしてそこまでドイツ人はあなたたちを嫌うのだ。カリシュ氏はためらうことなく、また同胞の運命が自らの答えにかかっていることも知らず、通訳にイリッシュ語でこう言った。 ズージーム、ワイルミアーセメンオリエンタリーム。仮ュ士と対面した時から硬い表情であった知事の方が緩んだ。軍事同盟が結ばれていたにもかかわらず、結局ドイツの要求に日本が応ずることはなく、ユダヤ人が引き渡されることもなかった。そこに出席した他のラビによると、仮ュ士の答えは、彼らは黒髪で背が低い人間を憎んでいるのだであったという。 東洋人にあたる言葉は、当時のイリッシュ語やヘブライ語には存在しない言葉であり、現代ヘブライ語における学術的な用語であるため、実際の発言ではないと考えられている。日独防教協定に基づき設けられた、中日ドイツ大使館付け警察部官として1941年5月に、東京に赴任した、ワルシャワの虐殺者と呼ばれる、新英体大佐ヨーゼフマイジンガーは、 1942年6月に、ハインリヒ・ヒムラーの命を帯びて、上海に赴いた。反ユダヤ感情のない、日本人に対し、彼は、防衛の観点から、日本政府を動かそうとし、ドイツにおける反ナチス勢力の大部分は、ユダヤ人であり、彼らは、上海にも多数侵入している。反ナチス勢力は、すなわち、反日勢力であるという説明を繰り返した。 彼は日本に対し、上海における、ユダヤ難民の処理を迫り、以下の3案を提示した。候補校にある廃線に、ユダヤ人を詰め込み、東、シナ海に流した上、撃沈する、岩塩港で、強制労働に従事させる、超高加工に収容所を建設し、ユダヤ人を収容して、生態実験の材料とする、この案は安江を経由して、 松岡洋介外相に伝えられたが、日本政府は、このような提案に従おうとしなかった。結局マイジンガーの計画は、いわゆる、上海月トを形成することになったものの、ユダヤ人のドイツ当局への引き渡しは最後まで実現しなかった。月頭の形成により上海のユダヤ人は特定の地区に居住することを強いられ、そこから出ることを禁じられた。 1942年11月15日に、ドイツの圧力を受け、ゲットの制限案が承認された。また1943年2月18日、日本の当局は、無国籍難民指定区域を宣言し、1937年以降に、訪れた難民に居住可能範囲と、営利事業の可能な範囲を1平方マイルに、 制限することを命令し、5月15日までに、その区域に移住するように命令した。無国籍難民は財産を処分するために、日本の許可を必要とし、他の者も月頭に移住する許可を必要とした。それまで月頭には、有志鉄線も外壁もなかったが、これ以降は外出禁止令が刊行され、地域はケーラーされた上、食料は配給制になり、 区域からの出入りにはパスが必要になった。デビッド・カンツラー博士によれば、このため、おおよそ人口の半分、1万6千人の難民が、大きな難関に差し掛かった。暮らしの手段を見つけ、もう一度、指定区域外での住居や食から去らねばならず、10万人の中国人と8000人の避難民で溢れる一、平方マイルに満たない狭い地域に再移住しなければ、 ならなかった。とある。月頭の外での働くために一時通行権が支給され、適宜許可された。一時通行権は、初年以降大幅に削減された。経済的には困窮した。心理的月頭化の調節は厳しかった。1943年の冬には、特に深刻で、飢えが蔓延したが、ユダヤ人の命は守られた。連合国軍による、 上海空襲は1944年暮れから始まった。最も徹底的な空襲は1945年7月に日本の高校ラジオ局に対して行われたものであり、31人の難民が死亡し、500名の怪我人、700名の放浪者を出した。ゲットーのアメリカ系やイギリス系のユダヤ人の中には日本軍に対する抵抗活動を始める者も,もいた。 彼らは地下組織のネットワークに参加し情報を手に入れ伝え合った。日本の施設でのサボタージュを行い、撃墜されたアメリカ軍のパイロットが中華民国の支配地域に逃亡するのを手伝った。上海月頭の現状、高校区拡山路と長山路の交差点に残る当時の建物。旧月頭一帯は日下げ、愛嬌歴史文化風防区に指定されている。 上海月島のユダヤ人少女と中国人の友人。上海ユダヤ難民記念館所蔵月島は公式には日本降伏の翌日の1945年9月3日に解放された。そのしばらく後、中華民国軍が上海解放のために進駐し、またアメリカに去る者がいた。1948年のイスラエル国家の建設によりユダヤ人が上海から去った。 さらに1949年の国民党の敗退と中華人民共和国建国によって共産主義を嫌ったユダヤ人はほとんどが上海から去った。1957年には上海に残ったユダヤ人は100名しかおらず、現在では数名住んでいるかいないかである。イスラエル政府は諸国民の中の正義の人の栄誉を1985年に杉原千恵に 2001年に何をお取り山に与えた。1992年にイスラエルと中華人民共和国に国交が結ばれるとユダヤ人と上海の関わりが再認識されるようになった。イスラエル最大の持ち株会社イスラエルコーポレーションの創設者でかつて上海に逃れた難民だったシャウル・アイゼンバーグはイスラエルと中華人民共和国の貿易関係を築く先駆者と なった。2007年、イスラエルの上海総領事館は、26のイスラエルの会社から寄付された66万人民元を、高校の地域共同体計画に対して寄付した。ゲットを設け難民を受け入れたことに感謝して、寄付されたと認識されている。ABCD やべよしお、上海のユダヤ人ゲットを設置に関する考察、言語文化論級第15巻。 九州大学大学院言語文化研究院、2002年2月、45から59ページ、土井、10.15017、5425、一瞬1341万32、0度1100億52万2747。AB 上海 i s t ヒストリーアーカイブド2010年5月29日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、AB 上海決 o w ズ。 A hidden piece of プリング with プリング with トゥヒストリーアーカイブド2011年6月4日アットザウェイバックマシンバイキンバリー・チョン・ハット ABCD ザ・ジューズ・オブ・シャンハイザ・オーヤーズアーカイブド2005年3月8日アットザウェイバックマシンバイマレー・フロースト・ハット・マンチェスター・ガーディアンメイ231936サイテット・イン・エージェ・シャーマンアイランド・リフュージュ ブリテンザレフュージーズフロムザサードライヒ1933-1939 P112 オルソーインザエビアンコンファレンスヒトラーズグリーンライトフォージェノサイドアーカイブド2013年8月27日アットザウェイバックマシンバイアネットショーハットヨーロッパ S ハームズツーチャイナ S アームスバイサリーオグルデイビスアイバーデイビスオクトーバー4 2002ザ・ゴースト・オブ・シャンハイ・バイロン・グラックマン・ハット写真集法105号 p ーテスペシャル・トリビューツローラ・マー・ゴーレスレスキュア・オブ・ジューズ・ A、テスティモニアル・バイ・エルネスト・ G、ヘプナーオーサー・オブ・シャンハイ・リフュージュエイ・メモアール・オブ・ザ・ワールド・オースージュ・イッシュ・ゲット・ハット・フォーゴットン・ヒーローズ・オブ・ザ・ホロコーストハット・ザ・ラビオブ・ハチ・フォース・ストリートザ・エクストラーディナリー Life of Huskar Bessar Biowlan Kozak 衛心 B006 G8HDN2 P177 Hatt Japanese Nazis and Jews The Jewish Refugee Community in Shanghai 1938 1945 BiDevitt Cranstler P491 Shor Eisenberg 76 Developer of Israel S. International Trade New York Times 2019年4月23日閲覧。チャイナニュースエージェンシー2006年6月7日も、色列たくらみ縁館上海間二節、フトミン、ピープルズデイリー2006年6月7日閲覧。ありがとうございます。